肉汁ほとばしる熱き戦い。今回はプロレスじゃなく唐揚げだけど、俺は容赦なく戦います。ロスインをベルナブレスでハポン、高橋ヒロム。いや、負けるわけないでしょ、この王者対決俺がもらいます。同じくロスインをベルナブレスでハポン、武士。二人が今回行うのは唐揚げ目隠しアジアテ対決。人間が五感から受け取る情報量、その 83% は視覚からと言われている。つまり視界を奪われると物の判別の難易度は極端に上がるのだ。前回の唐揚げクイズでは苦杯を舐めたヒロムだが、結構マジでやってるのやった。本当に食べさせないわ。正直これ言うつもりなかったし、実は俺前世が唐揚げ、生まれた瞬間に唐揚げの時の記憶があった。唐揚げサラブレッドの血が目覚めた。揚げたての唐揚げをすぐ口の中に入れられたから、唐揚げとして見た景色は人の口の中しか記憶がない。言ったのも逆にリアルじゃないかなって思うんですよね。ああ、人の口の記憶しかないんだ。そりゃそうだもんな、唐揚げだもん。まだまだだね、浅い浅い。俺なんてほらもうお店出してるからね、もうその辺の距離感は違うからね、唐揚げとの向き合い方は。自らの手で築き上げた唐揚げキャリアはそんなやわなものではない。サクッと勝負を決めてやる。ヒロミ選手にとって唐揚げとは何でしょう。大好物。唐揚げとは鶏肉を揚げたもの。エンセリオマジで。ジューシーな戦いが今始まる。 KRGP スペシャルシングルマッチ、武士 VS 高橋ヒロム。第1回唐揚げアジアテ対決、イエーイ。テレ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 テテッパーン。唐揚げクイズって言ったけどさっき全然分かってなかったじゃん。答え正解はおニンニク唐揚げでした。ちくしょーちくしょーでも今回アジアテ対決ですからね。あ、なるほどね。俺の味覚の鋭さっつったら半端じゃないですし、まあ、IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の前に、まあ、一発こういうシングルマッチぶち込むのもありなんじゃないかなと。熱い武士さんと戦って勝ちたいですから。そう言われたら俺もちょっと火つくかな、うん、そこまで言うんだったらさ、じゃあさ負けた方がさ罰ゲームやる。いいでしょう、内容次第で。じゃあこの動画の配信の翌日に合言葉をお店で言ってもらったら唐揚げをワンセットプレゼント。おお。どう。いいですよ、それは全然めちゃくちゃいいじゃない。それは負けた方の自腹。いいですよ別に。5万。負けたくないでしょ、5万円だったら。いや絶対負けられないぞ5万円。5万円だ。1万円だったらちょっとなんか、ちょっと待ってください。でも言うプレゼントにしたら少ないじゃん。多分5万円だったら多分ね、この唐揚げ超400円のやつがね125ベットぐらい。いやいらないですよ、そんないらないですよ。見てる人のためにだよ。なんかちょっとね1000円ぐらい買ってもらって、そしたらもう1個プレゼントとかね、合言葉言ってもらって。だから英語で見てもらわないとちょっと合言葉はね教えられないけど、でももう負けた方が払うんだから、別に勝てばいいんだよ。負けたくないでしょ。まあ絶対負けたくない。俺も負けたくないよ。まだ食べないでください。はい。こんなでかいの。ちょっと、いや、いつも食べてんじゃないですか。ね、でかっ。いいんですか。じゃあキャッチできないの。ちょっともう、うん、
やばい。うん、美味しいけどやばい、わかんないぞ。え、なんだ、え、全部食べてもいいんですよね。いや、これ見えないってちょっとこんなきついの。やばい、わかんない。全然わかんないね、ちょっと待って。え、待って、なんだこの匂い、やばい、全く分かんない。ちょっとこう難しいな。間違えらんないんだけどな、マジで。これカットしないですからね。ガチですからね、これマジでいきますからね。やばやばい、全然分かんないぞ。何これ、うまいのは確かなんだけどな。いや、もう美味しいですよ。俺は美味しいですけど、何が美味しいのか分かった。外したらどうしよう。え、多分、多分来た、森さん来た、多分、多分いいですか。はい、では、はい、3、2、1で答えてください。はい、ほうほうほう、3、2、1コンポタージュ。ええ、ニンニク。嘘嘘だ、俺たちさっきに俺さっきニンニク食べましたもん。マジで。いや、さっきのニンニクとは絶対違います。ちょ、いや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 、これいや、ニンニクなしじゃない。これ答えなんですか。待って待って待って、ええ怖い。マスク外してください。いいの。おこれはニンニクです。ちょっと待って、100歩譲って100歩譲って、こんな大事じゃないわ。いやいやいや、だって俺めっちゃ唐揚げキスしたもん。いや、だってそんなに。さっきどんだけニンニク入れたんですか。あ、さっき俺が久々にやったら配合間違えてませんか、さっきの。ずるい。いや、さっきの唐揚げちょっと全然、さっきのニンニクと全然違う。でもちょっとね、コンポタージュはないでしょ。いや、でもなんかそういう味かなと。え、いや、目隠しするとわかんない。やばい。いや、俺も最初わかんなかったけど。あ、でもこの感じ間違いない。そうだな。いや、だってさっきじゃニンニクどんだけ入れたんですか。さっき俺の特性だから多分ニンニクの塊食べてるみたいでしょ。え、クレーム。いやいやいや、美味しかったんですけど。美味しかったんですけど、唐揚げのカス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 です。いやいやいや、思い出、唐揚げの思い出。そう、思い出ね。え、やばい、わかんない。いや、これはちょっとわかんなかったわ。さすが。いや、でもまあまあ、まだ2問ありますから。まだあと2問ありますから。よし、分量が違ったと思った。さっきのあれ、2杯入れた。いや、入れすぎたよ。それじゃ、普通いっぱいだし。それじゃ、これはニンニクだって分かんなかったですもん。では、2問目いきます。上山が来た。よし、うん、あん、あ、もう分かった。これはこれはそうだ。僕もこれ食べなくても分かりますよ。ちょっと待って、でもニンニクの匂いがするな。大丈夫ですか。はい、自信あります。うん、うん、大丈夫、これは大丈夫です、はい、いつでもどうぞって感じです。では答えを言っていただきます。いきます、はい、3、2、1コンポタージュ。あ、これは良かったですわ。良かった良かった。一瞬ね、コンソメかなと思ったけど、うんうん、あ、でもね、このコンポタージュ感はね、うん、このコンポタージュでね、何を隠すか僕が考案しました。え、ちょっとビジネスヒントになっちゃうんだけど、あのコンビニとかでよく売ってる10円のあれあるじゃん。おお、あの例の、そうそうそう、例の棒状のやつ。そうそうそう。あれを食べた時に、あれ、これって唐揚げにもできないのみたいな。確かに、あの棒状のいろんな味ありますもんね。そう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 、確かに、これはマジで美味しい。え、これも当たりましたね。これは大丈夫ですよ。このままゲームシンプルに楽しいから第2回あるかもしれない。でもこの回だけはちょっと見ようかな。え、前回の回から見てくださいちゃんと。ああ、前回のも見るけども。ああ、ではこれが第3問になります。はい、ちなみに店員さんに聞いたところ、これが一番難しいそうです。ほうほうほう。ああ、今のがでも結構ヒントっすね。それはどうぞ。あん、やばい。
ちょっと待ってこれ、これ。え？あ、わかった。難しいな。やべえ、俺わかった。え？ちょっと待って。俺分かったんです。嘘でしょ。やばい、俺分かっちゃった。鼻をまあその風味がというか通っていくのがすごい分かりますね。これ外したらどうしよう。これは分かりやすい。はい、よし、では大丈夫ですね。はい、3、2、1。コンソメ。ええ嘘でしょ。嘘でしょ。ノーマル。え、嘘でしょ。味した？味した？めっちゃコンソメの味しましたよ。はい。え？え？嘘だ。嘘でしょ。ノーマルはないですよ。いやいや。やっちゃいましたね。いや、え？ちょ、まだ分かんないですよね。ちょ、え？だってこの問題が一番難しいんですよ。なるほどね。それでノーマル持ってきます？え、これはコンソメですね。味がしましたもん。では、はい、コンソメの。取っていいの？取ってください。うん、あ、なるほどね。いや、俺もね、いやいや、これブス問題問題。いやいや、ひょっとしたらみたいなとこあったんですよ。俺ね、ひょっとしたら的な。でも、一番最悪のやつです。ブスさんがオーナーで大丈夫なのかなっていう心配が出てきちゃいます。大丈夫大丈夫大丈夫ですか。大丈夫大丈夫ですか、うん、やっぱり間違っちゃうほどうまいっていうかね。味のやっぱ無限大広がる可能性というかね。俺が想像した味を超えてきたっていうかね。美味しいね。や、腕上げたなみたいなね。ちょっと来ないうちにちょっと考えさせられる一瞬瞬間だったかな。いやでもちょっと皆さん間違えてるじゃないですか、黒唐揚げを。やっぱお店のオーナーとしてとそれ大丈夫なのかなっていう心配ありますよね。これいいですよ。これ俺もう負けでいいですよ。別に負けでも5万円、まあ仕方ない、5万円払いますよ。果たして武士さんがそれでいいのかと。ほう、俺はちょっとそこを聞きたいですね。やっぱオーナーとして間違えるっていうのはちょっと恥ずかしいことなんじゃないかなと。確かにね、やっちゃったね。でもね、これ逆にいいの。今この時点で俺勝ってるからね。今もう5万円のうちの半分は背負ってる状態だから、ね、これで俺は終わってもいいんだけど、俺の完全勝利もしくは引き分けしか今残ってないからね、状況としては。いやいやいや、でも実際武士さんオーナーなわけですよ、うん、そのオーナーが、うん、自分とこの唐揚げを間違えて人に負けただの勝っただの言うのっていうのは、うん、よし、恥ずかしいんじゃないかなと。じゃあ間取って、間取ってもう一回行こう。いいですよ。じゃあいいですよ、泣きの一回受けましょう。いただきます。赤っ。え？あ、でも、あ、いや、どっちだろう。え、どっち？え、でも俺これ外したらやばいじゃん。シャレにならないよ、ちょっと。いや、でも多分そうだ。おい、これ当たっちゃってもいいですか。うん、3、2、1。コンソメ。ほら、コンソメです。ほら、ドロー。無角コーヒーなんですか、これ。うん、じゃあ、ね、5万円。やっぱ俺負けっすか。負けっちょ。1000円以上お買い上げの人に唐揚げ1セットプレゼント。放送見てくれた人に合言葉をね、ちょっといいやつを振り付け付けていいですか。お願いします。ここ葛飾区に降り立ち唐揚げの戦士 LAT と申す。これにしましょう。LAT っていうのは自分と武士さんの新しい合体技ですよ、うん、はい、どうですか。ちょ、振り付きなの。もちろん長くない。ここ葛飾区に降り立ち唐揚げの戦士 LAT と申す。ここ長っ。それをここでちゃんと一人一人、うん、家の住所とかの方がいいんじゃない。家の住所ダメですよ。ちゃんとこうマスクをつけて、ここ葛飾区に降り立ち唐揚げの戦士 LAT と申す。この声色までやってほしいですね、うん、なるほどね、はい、できれば、はあはあ、もうそれで、そこまで、ここまで込みで。どうでしたか、高橋ロムの YouTube。 いや、これね、前回と今回はね、それだけは見ようかなって。いや、他のも見てくださいよ。で、しかもちゃんとチャンネル登録もしてくれないと困りますから、ね、なんで、しないとなんか、あ、なんもないですけど。なんもないですけど、やっぱしてほしい。また出てくださいね。じゃ最後はまたお店の宣伝してもらって、こちらで行くからも2回目も
2回目も俺宣伝するんですか。そうなの、お願いします。最後面白いですね。あ、なんだっけ、なんだっけな、本当に。じゃあまあとりあえず皆さん、この丸部商店ぜひ食べに来てください。そしてちゃんとここで合言葉を言って美味しい唐揚げをもらってください。ちゃんとこの下のところになんかこの丸部商店に関する詳しいことをいろいろ貼っとくんでお願いしますね。じゃあ最後はみんなでなんだっけ、唐揚げ楽しく元気元気、あれ違いましたっけ、違いましたっけ、ブーさん、もう行っちゃったよ、もうなんだよ、もうもういいや、バイバイ。あ、美味しい。そうそうそう、本当に間違ったろ。美味しい唐揚げ元気元気、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 美味しい唐揚げ元気元気。